ってるんですけど、あのつい最近山本さんと一緒にダウンタウンデラックスに出させていただいて、はい、その時に西野は体張るのどうなのかみたいな質問があったんですよ、うんうん、そしたら山本さんはもう濡れまでも何でもどうぞって言ったんですよで、うん、もうみんな受けてたから私も笑いと思って受けてたんですけど、うん、それを本当に受け取ってる人が多分数人いたのか、本当になんか大事にされてないみたいなのを多分1個2個書かれたのがめちゃくちゃニュースになっててすごいね。それをもうなんか山本圭一西野美希濡れば OK 大事にされてないと殺到しているみたいなニュース書かれて、もうコメントで本当に大事にされてない、もう美希ちゃん逃げてとか、もうそんな大事にされない旦那はやめてほしいとか、一刻も早く逃げた方がいい。なんで信じないでください、信じないでください。いや本当そうだ、山さんはもう西野使って売れようとしてるから。してない、してない。あの人はやる男だよ。